こんにちは、アリキンチャンネルです。今日は JAL の旅客機コレクションの第5個の発売日です。早速買ってきました。エアバス A300 です。はい、じゃーん。はい、A300-600R です。後で説明します。で、これ JAS ですね。 JAL ではなくて JAS。 はい、はい。で、裏はこうなってます。フロックスタシーですね。じゃあ早速開けましょう。もう、はい、ちょっとじゃじゃーん、これです。開けますとこうなってます。はい、フロックスタシー、後で紹介しますね。まず最初に、はい、飛行機を比較したいと思います。はい、お、かわいい。ちっちゃいですね。747に比べれば、お、全然大きさが違うんですね。ほう、じゃあ開けましょう。はい、じゃじゃーん。じゃあ開けますね。はい、お、飛んだ。はい、タイヤは触ってはいけない。すぐ取れるから。はい、はい、エアバスのA300 ジャスです。かわいい。すごく塗装がいいですね。お、エンジンもちゃんと綺麗にできて再現されてますね。コックピット、はい、結構ね、エアバス A300 はまあ売れる飛行機です。うん、もともと、はい、かっこいいでしょう。いいね。まあ、うん、はい。で、おー、いいね。ただ大きさが小さいですね、やっぱり。ほら、比べると、重なると、ほら、全然大きさが違う。うん、ちっちゃい。まあ、国内線がよく使われてるものです。はい、もともとね、ちょっとA300、まあ600まではいいですけど、 R というのは距離が、まあ長距離型の飛行機です。普段は飛行機はここに燃料が溜めてるんですけども、このエアバス A300 をどうやってもっと遠く飛ばしたいかというのはいろんな考えたみたいで、で、ここにも燃料タンクがあるんですよ。だから前ではなくて後ろで開けて、で、それをバランスを取るために燃料は前の翼いたり後ろの翼にいたり、まあ、そういうような制御もあるんです。すごいでしょう。で、もだからもっと遠く飛ばしたいので、その飛行機の、まあ、使ってるその部品とかそういうのは軽量化を目指して、なんと1260kg を、軽量化ができてもっと遠く飛べます。で、さらにね、アリキンがすごい感動したのは、このコックピットの中ののは、設計してるのは誰でしょうか。はい、はい、答えは車のポルシェです。ポルシェさんがこのコックピットのデザインしてるんだよ。で、で、結構ね、 A300 は、ポルシェコックピットと呼ばれているだそうです。面白いでしょう。はい、じゃあちょっと座席紹介します。簡単にね。はい、またいつもの通り、はい、飛行機の寸法とか、なんかちっちゃいですね、やっぱり747に比べると。すごい迫力がある、いいポスターですね。うん、エアバス A300-600。あとは機内、あ、これがこれポルシェのコックピットです。かっこいいですよ。で、はい、こう先生で、あと機内の様子ですね。で、いろいろ新しいのが入っている。あとはメカニズムはいつもの通りで、もうポルシェのコックピットとエンジン、
エンジンもフォアボールを見せたので。で、あと、は実際に使ってし、あの、まあ、いろんなものが、あと開発ストーリーですね。結構これ面白いです。はい、で、お飛行機が、部品が持っていかれるところです。はい、最後は、飛行機の胴体の秘密です。はい。最後はです、これですね。あれ、決まっているんですよ。ここ、ボーイ737-800 の、あれですよ。沖縄のジンベイ3名船、乗ったことがあるんですよ、あれ、チン。おー、すごい、嬉しかった。早く来ないかな、この飛行機は。はい、以上です。アリキンチャンネルでした。今回は、ヤバス A300-600 の紹介です。小さいですね。でもなかなかいいものです。はい、よくできてます。はい、以上です。またね。バイバーイ。チャンネル登録もお願いします。